NTT ドコモドコモスタイルシリーズドコモスタイルシリーズは2008年11月に発表された NTT ドコモのフォーマー方式携帯電話のコンセプトシリーズの一つで豊かなファッション性を重視した携帯電話のシリーズである同時期に発表されたコンセプトシリーズには他にドコモプライムシリーズドコモスマートシリーズドコモプロシリーズがある本校では その後継シリーズであるドコモ形態についても記述する。ドコモでは、それまで高機能型の製品群には90歳、ファッション、デザイン重視の製品群には70歳と型番で区別する方法をとっていた。しかし、70歳シリーズの機能が次第に向上し、中には90歳とあまり変わらないものまで現れるようになった。 そこで、従来の型番設定ルールを抜本的に見直した、結果、2008年11月に生まれたシリーズである。シリーズ誕生時、プライムが搭載機能の豊富さを重視したものが多数を占めたのに、対し、スタイルは文字通り外観のデザインを重視したものとなっていた。よって、プライムより、機能面では製造メーカーによって差があるが、若干簡素化されており、価格は、 数千円から一万円前後安くなっていた。また、以前の706家シリーズの後継となるシンプルデザイン形態は、価格はさらに安くなっている。しかしその一方、主要4シリーズを通じて、回転の早いシリーズでもあり、短い期間に新商品が次々と発売される反面、店頭配布カタログ上から消えるのも早くなっている。このため販売店によっては、 在庫処分のため安売り、特別契約販売対象機種になりやすく、ドコモでもサービス終了を発表している、モーバからの切り替えを流す、ホーマを取り返すサポート割引販売の対象機種に指定している。また2009年9月から販売を終了したモデルの一部で、カラーバリエーションを一新して、販売を再開するモデルも出てきていた。このシリーズのコンセプトカラーは淡い空色。 メディア広告のキャラクターは、堀北真希が起用されていた。2011年冬モデル以降は、携帯電話市場で、スマートフォンが主流になったことにより、これまでのフィーチャーフォンのシリーズ、プライム、スマート、プロが廃止され、i モード端末は、スタイルに統合された。そのため従来の、プライム相当のハイスペック機や、スマート相当の男性向けデザインを持つ機種もすべて、 スタイルシリーズとして発売されることになる。同時に、NEC 可詞用製を除く端末が、どこもミニームカード対応となり、端末増設時に有意味の交換を要することになった。2012年冬モデルでは、再び、デザインを重視と機能の簡略化した機種が中心となり、NEC 可詞用製の N-01E も含め、すべてのスタイルシリーズが、どこもミニームカードの端末となった。 2013年夏モデルからは、ドコモスタイルシリーズから、ドコモ形態に名称が変更された。2015年夏モデルからは、OS に Android を採用した端末も登場する。ドコモでは、従来の i モード端末を i モード形態と称しているのに対し、Android 搭載端末は SP モード形態と称する。2016年11月2日。 i モード携帯の出荷を同年中に終了することが発表された。車体はマイセレクトモデルが用意される端末。ありがとうございます。